はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。プロジェクトクロスゾーン2ブレイブニューワールドということで、今回からこちらのゲームをやっていきたいと思います。これはですね、カプコンとか、まあ、バンナムとかの、まあ、いろんな作品が出てくる。戦闘シーンはバルキリープロファイルみたいな感じなのかな。ちょっと1もやったことないし、前情報もそんなにないのであれなんですけれども、まあ、動画で見てみたところ、ちょっと面白そうなんで買ってみました。まあ早速やっていきましょう。ニューゲーム。東京渋谷。渋谷ってめっちゃ渋谷だな。閉鎖都市指定を受け無人となったこの街で、かつて2つの組織同士の戦いがあった。大間と信だ。大間と信だね。覚えとかないと。まずこれね、名前を覚えるのがちょっと大変なんですよね。大間は揺らぎと呼ばれる空間の揺らぎ、時空を超え異世界とこの世界をつなぐ門を開こうとした。そして信らは世界を混沌へと導くその計画を阻止しようとした。うん、大間が悪で信らが正義みたいな感じですね。幾度かにわたる完全封鎖された渋谷での戦い、人知れず行われた争いは熾烈を極め、やがて終結したのだった。政府直属の特務機関信らに所属する親子2代にわたるエージェントたちが揺らぎの拡大を防いだことによって、ほんほんほん、特務機関信ら、特務機関ネルフみたいだな。悪霊、鬼、天狗、古来より人の世に害をなす異界の存在と戦い続けてきた組織。かつてその組織を知る者は少なく、その戦いもまた人知れぬ歴史の闇や異教の地で連綿と続けられてきた。時代が変わり、組織の存在が明るみとなった現在に至っても、また人は信じない。自分たちが生きるこの世界の他に異なる世界が存在すること、人は感じない。静かに確実に人あらざる者たちがこの世界に足を踏み入れていること、そして人は知らない。決して交わることのない世界が交わった時、何が起こるのか。幾度かの戦いの後、ひとときの平穏を取り戻した世界に突如として現れた金色の鎖、それが異世界からのメッセージであることをこの時やはり誰も知らなかった。過去から続く戦いは新たな局面を迎えようとしていたのである。これはちょっとワンからの続きの話なのかな。そうするとちょっと分かんないけど。そして今、東京六本木。六本木のこれはヒルズタワーかな。いや分かんないですけど。特務機関信らの本拠地がある。異なる次元、異なる時空への揺らぎが大きくなりつつある町。かつて信らのエージェントが戦ったあの日から始まった変化。物語は新たにこの町から始まろうとしていた。てか普通に六本木から始まるのか。おお、完全に普通の町だ。やはりここか。六本木は問題が多い。レイジ主人公か、この人。次元の下げない、揺らぎも安定してない。いつ閉鎖都市指定を受けるかわからないか。それはそうと、シャオムのやつ何をやってるんだ。まあ会話は飛ばさずに行きましょう。結構自分飛ばしてたんですけど、飛ばさないでっていう声が多いので。遅いぞシャオム、自分の立場や仕事分かってるんだろうな。うるさいの。むし怒り方が父親のショーゴに似てきたぞ。世界を妖物から守る我ら信らのエージェントはなど
とくど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 と。親父じゃなくても言うに決まってるだろう。次に遅れてきたらお仕置きだからな。まあ遅刻は社会人として失格ですからね。あるかないかが違うとこじゃと、うっとりしとる場合じゃないの。何をするんじゃって。仕事内容も忘れてんのかお前は。指令書くらいは読んでおけ。まずこの辺りで出たという容物の反応を調べる。次に BSAA と。おお、 BSAA、 これはバイオハザードっすね。そう、バイオハザードのキャラも出てくるんですよ。バイオテロの対抗組織か。プログレッシブマップリンクシステムじゃっけ。バイオテロリズムセキュリティアセスメントアライアンスだ。おお、クリスト、これはジルか。まったく他に人はいないんかい、あの組織は。俺たちも人のことは言えんがな。残りの一人、博士はまだ来ちょらんの。新兵器を持ってくるとか言っとったが、でしょでもしとるとちゃう。あやつは年齢不詳じゃからの。年齢はお前も怪しいもんだろう、シャオム。うん、765歳から先は覚えていない。わしほどの妖怪になるといろいろとあるんじゃ。いろいろ。てかよく765歳まで数えてたな。その大妖怪の千子様に早速仕事をしてもらおう。何かわかるか。うん、おかしな気配はあるの。六本木の中の妖物たち出てこいや。いきなり戦闘か。そして出てこいやって言っていきなり出てくんのか。ん、本当に出たな。こいつが反応のあった妖物か。しかしこれはあれかな、白い文字が普通に何も喋らないボイスなしかな。オーマの新しい妖物か。やっぱりオーマが敵なんすね。近いようなそうでもないような。敵意を持っているのは間違いなさそうだな。やるぞシャオム。まあ仕事はせんとな。まずは様子を見つつ近づいてみるかの。距離を詰めるぞ。距離を詰める。え、このまま動くの。プロローグ1、特務機関ネルフじゃなくて死んだ。え、なになに、このまま戦うの。この物語は世界を超えた仲間たちとの出会いに始まり、多数の敵との戦いによって進行していきます。操作したい味方ユニットに、カーソルを合わせて A ボタンで行動開始しますと。青いマスが移動範囲、黄色いマスが攻撃範囲。攻撃範囲内の敵は A で攻撃、B で行動終了。ターン制か。味方が行動を得ると次のターンで敵が行動。なるほどなるほど。で X でコマンドメニュー、ターンエンドとか、まずセーブとかができると。なるほど。まずはじゃあこいつを動かす。レイジ&シャオムになってんな。2人1組ツインユニットみたいな感じかな。お、歩ける。なるほどね。でいきなり攻撃は届く。これあれだな、角度変えられなそうだな。届かないなこれ。アタック×になってる。なんで一回ここで待機しよう。ラウンド1、動きはなしか。よし、こちらから仕掛けるぞ。うまく回り込めれば死角から攻撃できそうだな。なるほど、後ろとかそういう概念はあるみたいですね。 OKOK、 じゃあ一旦後ろに回り込んで、攻撃する際敵の正面、側面、背面からの順で与えるダメージなどがアップしますと。まあ敵も同じです。青が正面、黄色が側面、赤が背面。ああ、なるほどね。それは分かりやすいな。なんか斜めとかに立つと、横なのか後ろなのかちょっと分かんない時がありますからね。こういうゲームだと。A ボタンで戦闘画面。通常攻撃を3回まで行えます。下画面に表示されている攻撃技の内容とコマンド、左 A などを見ながら、敵を地面に落とさないように攻撃をつなげていくと。なるほど。戦闘終了後ヒットをどれだけつなげられたかなどの結果に応じて様々なボーナスを得られ、敵を倒した場合はアイテムを入手することがあります。なるほどね。エリアルレイブを決めろと。こいつに合わせて、あ、横からしか行けないね。
なるほど、これが横か。接近した方がいいのかな。アタック A。 敵なんてバカばっかでアホらしい。そこまで言ってしくじったらお仕置きだぞ。え、マジしくじりそう。ほい弱っ。てか丸しか押して、丸じゃねえや、 A ボタンしか押してないんだけど。おらおらおら。てかめっちゃ空振りしてんだけどなんダメージ当たったのかさっぱりわかんない。マイナス90。あれ生きてね。攻撃してきたよ。しまった、まだいたか。ジョーカーを引いてしまったようじゃの。レイジ、ここは耐える時じゃ。仕方ない、シャオム触っていろ。敵ユニットの行動について、マップ上で行われます。下画面を使って確認することができます。敵からマップ上で攻撃をされた際に SP や XP を消費して反撃防御、完全防御の中から一つ応戦行動を選択することができます。味方の攻撃に対して、敵もエネミーポイントを消費して反撃を行ってくることがあります。なるほど。とりあえず今は敵の攻撃で応戦行動を選べと。今 SP100 か。反撃してみよう、どうせだったら。普通に146くらって戦闘画面になって、ほい、おら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 。一応今攻撃してますね左押しながら丸押すと変な銃使うな、拳銃。1674、また出てきた。チャージボーナス。戦闘で使わなかった通常技はチャージ状態となり、威力、XP 回復量、クリティカル時のダメージ率がアップします。クリティカルヒット、敵を浮かせると、地面スレスレまで引きつけてから攻撃を行う。クリティカルヒットが発生します。チャージボーナス、側面背面攻撃とこのクリティカルヒットを合わせることで大ダメージを敵に与えることができます。なるほど、ちょっと技術が必要ですねこれやっぱり。たまりにたまった主のリビドをいつものようにぶつけてやれい。そんなに溜め込んでいるつもりはない。だが一気に攻めるチャンスだな。プレイヤーターン。後ろは取れませんね。まあそうすると横から行く。あ、これが後ろか。え、でも色違くね。まあいっか。シャオムとレイジの夢冒険始めちゃるかの。夢のある展開になれば。まずはこれ普通の攻撃で、その後拳銃を撃つと攻撃パターンも覚えないといけないな。そうするとレベルアップ。おねだりの方。おお、なんか出し寄ったぞ。それからわしも何かひらめいた気がするの。気がするってなんだ。使えるものなら使っていくぞ。何がどう役に立つかわからんからな。なんか手に入れたっけ今。X ボタン内のスキルとアイテムは使用することでヒットポイントの回復やパラメーターの強化など様々な良い効果を得ることができます。スキルは SP を、アイテムは数を消費します。スキルは味方ごとに内容が異なり、レベルアップとともに種類が増えていきます。アイテムは味方全体で共有、最大99個、ステージには15個までしか持ち込めないと。お、また出てきた。こいつでも一発で倒せるからな。時間稼ぎか。レイジ、ここは時間をかけず大技をぶちかます時じゃ。それが良さそうだな。行くぞ。大技をぶちかます相手でもないと思うけどね。敵へ攻撃で少しずつ溜まる XP、 これクロスポイントって言うんだ。 100% 消費して強力な必殺技攻撃を行います。必殺技攻撃は戦闘画面中に Y ボタンで発動。まずこいつに近づかないとな。近づいてくるか勝手に。ブルーハッターで一応横を取って、でもういきなり技使っちゃおうか。じゃあ使えって言ってるんで。天地万物の力よ。敵のヒットポイントがさ、いくつあるのかわかんねえんだけどこれここから攻撃できるのかな。
できない。そいつは頂上。超強い。てか桁が全然違うんだけど、いきなり5000とか当たるんだ。敵の気配はもうないな。大丈夫なようじゃの。わしの妖物センサーも反応なしじゃ。そいつは頂上。あとは博士か。無事だといいがな。博士って何博士？ステージクリア。本部からの連絡だが、さっきの連中が現れたらしい。どうも俺たち神羅の足止めが目的らしいな。ふむ、こりゃ浦島のやつやられたかもしれんの。博士との連絡は取れないままか。ん？なんじゃこの音は。車にしてはちょっとでかすぎじゃぞ。おい来るぞ。戦車クラスか。おお、なんだこれ。全然わからん。これは車なのか。でかい。説明不要。オーマの新兵器か。だがこの形状にカラーリングは。なんか出てきた。着いたってところ。いや、お浦島ちゅうことはこのバカでっかい車は。シャオヌーさん、よろしい？博士とお呼びなさい。博士と何度も言ってるけど。で、装備課の浦島千鶴課長。課長なんだ。ふざけた車は何だ。レイジ君、博士、可愛くない？この若さで課長って相当な実力者だな。そして聞いてくれましたね。よくぞ。これこそが我が装備課が誇る極地用特務車両。50名の隊員を収容できるわけ。楽々に。大きさ見る限りこれ50人入んないっしょ。もしや合流時間が遅れたっていうのは。この車両走れる場所が限られてるのね。大きいから心配して損したぞ。もっと小回り君の聞く車装備課にはあるじゃろ。今回はよその組織との合同作戦でしょ。お披露目しようと思って華麗に。博士、今回 BSAA へ接触するのは俺とシャオムーだけだぞ。こんな車で何をしようっていうんだ。ちょっとロマンがないんじゃないの。若いのに何のときめきも感じないの。この車両を見ても。仕事は仕事だ博士。ロマンじゃ飯は食えんし、敵と戦うこともできん。女か友情が絡まんとロマンを感じんからな、レイジは。ほんと面倒なダメロマンチストじゃ。お前は後で尻を詰める。あ、新しい。プレイは車内でやりなさいね、たっぷりと。ほら乗って、向かうから渋谷に。やれやれ、こんな大行なものに乗って BSAA のメンツに合うのか。現れるぞ。たまにはこんな始まりもいいじゃろ。これなら100人乗っても大丈夫そうじゃしな。そいつは頂上。長い戦いにならんといいがな。いやー、どう考えても100人は乗れる大きさじゃないと思うけどな。セーブしますか。はい。まあ1話目にセーブしましょう。そうするとこれは1話ごとに進んでいくタイプかな。とりあえずプロローグ1が終わったような感じなので、じゃあちょっと初回はこれで終わりにして、また次回続きからやっていこうと思います。